愛知県における豊橋市の市愛知県豊橋市の映画館について記す。吉田城近世の吉田は吉田城の城下町や東海道の宿場町として栄えた。愛知県東三河地方の中心都市であり、1888年には今日の東海道本線に豊橋駅が開業、翌1889年には調整を施行して豊橋町となった。 1906年には、全国62番目、愛知県2番目の市政施行を行って、豊橋市となった。1925年には、豊橋電気軌道の本線が開業し、1931年には、百貨店の豊橋丸物と豊橋市公会堂が、竣工している。1931年竣工の豊橋市公会堂1901年には、 朝日座にて豊橋で初めて活動写真の上映が成功した。大正期には演劇場や演芸場から映画館への転換が進み、大正末期には豊橋市街地に6館の1940年末には8館の映画館が存在した。1945年6月の豊橋空襲では中心市街地の7割が消失し、 一時的に豊橋から映画館が消滅したが、戦後には1950年までに7館の映画館が開館している。1960年頃の映画再生期、豊橋市の中心市街地には12館の映画館があり、豊橋駅前、歓楽街の松葉町、広小路通り沿いなどに集中していた。中心市街地以外には、愛知大学や大日本宝石の工場がある、南栄町、 宿場町である二川地区にも一館ずつあった。映画館の周囲には喫茶店がのを並べており、映画館は人々の交流の場だった。1999年には日本最大級のシネマコンプレックスである AMC ホリデースクエア18が開館した。2000年代初頭には従来型映画館の閉館が進み、2001年には中心市街地最後の映画館。 つから座が閉館した。豊橋を代表する劇場の死ののめ座豊橋劇場江戸時代には手間町の最高寺西隣に西向きの常、芝居小屋があり、地域名を冠して吉田常芝居と呼ばれていた。公然と芝居小屋を許可する班は少なく、馬綱場という名目で、天保5年以降に新築したとする説がある。一方で、 文政五年の文献にも、吉田恒芝居が登場する。天保初期には、明代が、大田屋佐平寺から朝倉愛三郎に交代し、1873年から1874年頃には、吉田恒芝居が、朝倉座と命名された。1900年には、五副町に、篠野の目座が設立された。江戸時代の常設小屋が、篠野の目座の起源であり、1185人を、 収容できる大劇場だった。豊橋が調整や姿勢を行う頃には有力者の聖壇場としても使用されたという。明治時代には、篠の目座の他に、朝倉座、宝坂江座、弥生座、豊橋劇場などの演劇場があり、小野江菊之助や市川佐団寺などの著名歌舞伎俳優が豊橋で公演を行っている。 1901年10月には上天魔法通りの東側中央にあった朝日座で豊橋ではおそらく初とされる活動写真の上映が行われた。それまでの豊橋で活動写真の上映会が企画されたことはあったが、いずれも失敗していたという。全国を巡回して活動写真の普及に努めていた巡業隊によるものだとされる。この時の上映会では、 パリ万国博覧会や戦争の動画が上映された。1907年に、篠野目座で行われた、山口貞尾一座の、影帽子、豊橋座で行われた、川上乙次郎、川上貞役子一座の、貞役子新安部局鶴亀などは、連日満員となるほど好評を博した。1911年には、新停車場通りの清水町に、ことぶき座が設立され、 マムシ役と大書きされた看板が市民にインパクトを与えた。明治時代の上天馬町には、弥生座、朝日座河原の座があった。豊橋発の常設映画館である、豊明館大正期に映画館に転換した、帝国館1912年頃、豊橋には演劇場4座、演芸場1座、映画館1館があった。しかしその後、 映画の人気が高まるにつれて演劇場の映画館への転業や廃業が進んだ。無声映画時代の大正初期には、新派物、文芸物、時代劇などが中心だった。第一次世界大戦頃には、アメリカ合衆国から輸入される作品が増え、大正末期には外国映画が日本映画をしのぐようになった。大正時代の映画館は、放画。 洋画を取り混ぜて1日後から6本上映。1日の上映が終了するのは22時30分から23時頃であった。夏季には基地で活動写真の上映会が開催された。1921年8月13日には、弥生座が映画館に転換して、帝国館となった。開館式には1000人余りが集まり、芸技100人余りも集めた、祝園後に、 一般客に会場された。同年には、金星館と新森館も開館しており、豊橋の映画館は五館に増えた。1924年には、広小寺の豊橋丸物通林付近にあった、こと座が、長春座に改称した。同年には、金星館で、松本栄一監督の、カゴの鳥が、大ヒットしている。太平洋戦争時における、 豊橋の戦災地域図1930年には、金星館から解消した西機関で上映された、鈴木重吉監督の何が彼女をそうさせたかが、ロングラン記録を作り、何がほげほげをそうさせたかという流行語が生まれた。同年には、松葉町に教育映画館として、キネマパワーが開館し、1932年には、豊橋市西部唯一の映画館として、花田館が開館した。 演劇場の中でも、篠の目座と豊橋座は集客力が強く、歌舞伎以外にも、映画、記術の天活一座、テノール歌手の藤原吉恵、関谷敏子などが公演を行った。豊橋空襲後の豊橋市街地1933年には、河原の座が廃業したため、豊橋の劇場は、演劇場二座、演芸場一座、映画館七館となった。同年頃には、 作品の登記以降が目立ち始めたため、活動弁士や学士の一斉失業という問題が表面化。全常設館の全従業員が組合を結成し、経営者を相手取ってストライキを行った。1940年末には、豊橋の演劇場の代表格だった篠野目座が、映画館の豊橋東宝映画劇場に転換し、豊橋の映画館は八館となった。 太平洋戦争末期の1945年6月19日から20日にかけて豊橋市は市街地の70%が消失する豊橋空襲にあった。これによって西機関、帝国館、キネマパワー、花田館などが消失し、一時的に豊橋から映画館が消えた。豊橋劇場と長春座は最後まで残った演劇、演芸場であるが、 1945年には、建物疎開の関係で、長春座が廃業、豊橋空襲で、豊橋劇場が消失し、映画館と共に、演劇場、演芸場も、豊橋から消えることとなった。戦後に整備された、駅前大通襲戦後の1945年末には、帝国館の焼け跡に第一映画劇場が、新船町に第二映画劇場が開館した。 1946年には松葉町に大劇が豊橋劇場後に松竹映画劇場が開館し、1947年には松葉町にメトロ劇場が開館している。第一映画劇場は1949年に東映風切り館となり、豊橋第一東映劇場に改称。1950年には茅町に移転した。1950年には 百貨店の豊橋丸物が駅前台通に移転したのを機に丸物3階に丸物会館が開館した。キネマ巡放社の全日本映画館録によると1957年の豊橋市には10館の映画館があった。愛知大学の開学や第日本宝石株式、会社工場建設などのおかげで1950年代以後の南栄地区は 豊橋の副都心と呼ばれるほどの賑わいを見せ、1959年には南堺町に南東映劇場が開館した。同じ年には二川地区の大岩町に二川銀映劇場が開館しており、映画再生期には豊橋の中心市街地以外に2館の映画館が存在した。日本の映画館数のピークはカラーテレビ放送が開始された1960年頃である。 1960年代には映画館の閉館が相次いだ。1961年にはメトロ劇場や豊橋国際劇場が1964年には大劇が閉館。1966年には南、東映劇場が1968年にはに、川銀映劇場が閉館し、中心市街地以外から映画館が消えた。1970年には、 千歳劇場が1973年には第2映画劇場が閉館した。この頃には閉館ラッシュが落ち着きを見せ、1970年代半ば以降の豊橋の映画館は、広高寺劇場、豊橋第一東映劇場、松竹会館ビル、日活ビル、豊橋銀座東映劇場、日活小劇場に再編された。1985年には、 郊外の藤沢町にあるホリデースクエアにヘラルドグループのホリデーインシアターが開館したが豊橋西部が閉店する6年前の1997年には豊橋西部東方が閉館した。なお、平成に入った1989年に豊橋市外北東の市境に近い豊川市、正岡町にシネマコンプレックスも備えた豊川コロナタウンが開業している。 ユナイテッドシネマ豊橋181999年には、ホリデースクエアに AMC ホリデースクエア18が、開館。この映画館は18スクリーン、計3300席を持ち、開館時は、スクリーン数で、日本最大のシネマコンプレックスだった。AMC ホリデースクエア18開館の煽りを受けて、2000年には、豊橋小畜開館ビルの各館が、2001年には、 豊橋東映劇場ビルの各館と日活ビルの各館が相次いで閉館し、豊橋市から従来型の映画館が消滅した。豊橋東映劇場は、AMC ホリデースクエア18の影響で赤字に転落し、黒字化の見通しが立たなくなったために撤退を決定したとしている。2002年には、旧スカラ座と旧豊橋西部東方を会場として、 豊橋青年会議所が豊は、島地中スロータウン映画祭を初開催した。2003年の第2回以降は、市民有志による実行委員会が映画祭の主催者となっており、基本的に行政からの補助金を得ることなく、開催を続けている。2005年には名裕高ビルに会場を移し、2016年度は、ほの国と呼し、芸術劇場プラットで開催される予定である。 2017年には映画監督のソノコーンがディレクターを務める映画祭 A じゃないかと弱し映画祭が初開催される予定である。2005年には AMC ホリデースクエア18の運営者が変わり、ユナイテッドシネマとヨハシ18となった。2014年には15番スクリーンに IMAX 上映設備を導入している。戦後の映画館マップ。ありがとうございます。